ですね。前に読んだ区画の情報と、前と同じ壁を読んだはずなんだけれども、自分が認識したパターンと違うということを認識して止まっております。2回目の速攻どのようになるのでしょうか。その出てる最短はありますね。残り時間3分40秒です。はい、スタート。おお、そっち行くね。ゴールです。11秒383、11秒383です。そして3位となりました。さあ、本日最後の出走である松井さん、優勝するためには10秒5という記録を抜かなければなりません。どうした？あ、持ち上げると。いや、壁より上に上げなければ大丈夫です。あ、そうなんですね。すごいた。壁と一緒に持ち上げる。はい、3回目リタイアです。うわー、はい、かしこまりました。松井裕樹さん、残念ながらメールのルートが消えてしまったそうです。ちょっと後でね、大会ではないけど誰かも食べてないかな。それでは、以上でマイクロマウスハーフサイズ競技エキスパート